自分が喜ぶことを何かね、一つでもいいのでしてあげてみてください。あなたがとても幸せな気持ちでいると、それが広がって光の連鎖。キラリングチャンネル、感謝してます。皆さんに幸せをお届けするハッピーアーティスト、キラリです。はい、このところ女神様からのメッセージだったりとか、そういうお話をたくさんあげてきました。で、私が思う光っていうのがあるんですけれども、それは女神様だったりとか、ご先祖様だったりとか、外国とかだったらグレートスピリットって言われるものだったりとか、いろんなものをこう集約して、神様だったりそのものを光と私の中で呼んでいます。で、朝ですね、こう光に包まれたりとか、絵を描くときにね、光に包まれながらインスピレーションで描いたりとか、メッセージをお渡ししたりとかしてるんですけれども、今日ね、朝光に包まれてたらメッセージが降りてきたんです。で、それは何かっていうと、今までは私が今日はね、こんなことするといいよとか、いろんなね、メッセージがこう私に来てたんですけど、今日ね、朝メッセージがパーって降りてきて、このメッセージを YouTube を通して伝えるといいよっていうメッセージが降りてきたんです。で、この画面のね、向こうにいるあなたですね、あなたに伝わるようなメッセージをこう下ろしていくので、それを伝えるといいよっていうメッセージをいただきました。なので、今日伝えていこうと思いますが、今日のメッセージは光をつなぐです。あなたに届くメッセージ、光をつなぐです。これを聞いてパッとね、光をつなぐんだ、すごい明るいね、光が降り注いでいるなとか、今日はこんな楽しいことをしてこう光で満たされるのかなとか、いろんな想像をしたりとか、もちろんね、想像できなくても全然構わないんですけれども、あなたの魂に響くメッセージになってると思います。どんな風に思ってもいいと思います。で、私がそのメッセージをもらって感じたインスピレーションをお伝えします。それは光をつなぐ、あなたが今日一日とても楽しいことだったりとか、自分が喜ぶことだったりとかをするように意識して過ごしてみてほしいなって思います。それは例えばね、肉まん好きな人は肉まん食べるとかでもいいし、お化粧好きな人はすごい今日は頑張ってお化粧してみたとかでもいいと思うし、お風呂入るのが好きな人はバスボールをね、入れてね、ゆっくりお湯に浸かってみたとかでもいいし、自分が喜ぶことを何かね、一つでもいいのでしてあげてみてください。そうすると、その自分が喜んだ波動で周りに来た人とか関わる人たちがとてもね、幸せな気持ちになったりとか、また喜びが連鎖するっていうイメージのインスピレーションを受けました。あなたがとても幸せな気持ちでいると、それが広がって光の連鎖が起きてくる、光をつなぐっていう、私はインスピレーションを感じたので、よかったらね、参考にしてみてください。何でもいいので、今日はあなたの魂が喜ぶこと、あなたが好きなことを一つでもいいのでやってみてくださいね。今日もあなたにたくさんの光が降り注ぎます。ではまたお会いしましょう。